やっぱサンタさんがいっぱいゲームとかくれて、カセットじゃなくて本体の方を。ちょっと待ってな。クリスマスの思い出ですよね。ですよね。クリスマスの思い出。なんか家族。そうですよね。やっぱサンタさんがいっぱいゲームとかくれて嬉しかったですね。さ、ちょっと待ってな。サンタさん、うちのサンタさんが小学生まで来てくれるサンタさんで、結構なんだろう、普段からお小遣いとかもらったりしてなかったので、あんまりそういうタイミングじゃないと、なんだろう、自分の欲しいものだったり。結構値段がするものが手に入らなかったので、ここぞとばかりのやつ、高いゲーム機だったりとか。そう、カセットじゃなくて本体の方を頼んでましたね。はい、あります。クリスマスって、そうですね、子供の頃によく家族でツリーを家で飾って、その飾り付けをするのがすごく楽しみだったんですけど、最近家にクリスマスツリーとか飾ってないなっていうのにちょっとふと気づいて、なんか毎年こうディオールのアドベントカレンダーを楽しんで、あ、25日今日だっていうぐらいの、なんだろう、クリスマスを実感するイベントがそれくらいだったので、ちょっと今年は個人的にこう小さいクリスマスツリーをちょっと飾りたいなっていうふうに